そうするとですね、データ集計ばっかりしている、まあ、経営管理部とかですね、まあ、場合によっては財務部門の方がその業務をやっていると、何が不満というか、お悩みかというとですね、1年ずっとこうデータ収集、業務を頑張っているんですけど、1年振り返ってですね、データ収集でこうキャリアの強化というか、業務としてです、ね、こう質の高い業務に取り組んだというところですね、まあ、付加価値を生んだとかですね、要件がいらっしゃいましたけど、 1>, その1年やってみたんですけど、結局、振り返ると、なんか、今後に役立つのかっていうところがですね、ちょっと悩んでしまうというか、あの本来、財務分析したりとかですね、いうために、ファイナンスのし、えー、勉強したりとかしてる方にとっては、えー、その分析する手前のです、ね、データ集計の方が比重として多くて、やりたいと思っていることができないとかですね、いった悩みにつながるっていうのが、よくご相談いただく背景として挙げられる1点目になっております。